君が興味がないような話をしよう。君が寝るとき部屋から出るとき街や酒風呂場にカフェ Find a weapon company radio。 Final weapon company radio。ファイナルウェポンカンパニーラジオ始まりました。はい、なんだろうボリューム、いやもういいボリューム、うん、OK、 いいねそれ、これでそのさ、はい、これによって逆に縛られてた面あったから今まで、あったじゃん、うん、でなんかこのいつもなんかなんだったらさ、うまくそのボリュームなんとかと言わなければさ、例えばさ、うん、こっちのラジオ急いでほしいんだよねみたいな、誰かが告知したい時とかにそれを前後させれるんだなと思って、そうなんです、だそれは必要ないなと思って、はい、だからこれからもうボリュームなんとかとは言わない、はい、で出す時にこうやって勝手にハングさんがボリュームなんてつけてくれればいいわけだもんね、つけるっていうか次の番号17の次だから、あ18だねって入れてくれればいいだけだもんね、はい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 、でなんだっけボリューム、そうまあボリュームなんかは、あそう前後できるからね、そう必要ないよねっていう話です。で今日のゲストはすごいね、あのね、なんだったらね隣にハングさんいるっていう、そうなんだよね、元は俺とハングさんとどっちが始めた、始めた、ハングさんは映像撮ってますね、何に使われるか分からんけど、 Vlog とかに使われるんですか、始祖の巨人、わかりません、まあ撮ってないよりは撮ってない、言うとプレッシャーになっちゃうんで、はいはい、確かに確かに何かにしなきゃいけないみたいなんで、はいはいはい、じゃあ今回のゲスト、はい、橋口和也です。あ、ありがとうございます、橋口さん、お久しぶりです。橋口さんのだけめっちゃでかいかも、あ、嘘、うん、お願いします。橋口さん2回目、2回目、2回目ですね、2回目ですね、なんかもう2回目の人らも増えてきたね、確かに、あ一周というかこれ友達一周なのかなみたいな、友達が一周してますもう新規がいない、同じメンツに、友達の限度を見たかもしれない、垣間見たかもしれない、3周目の人とかいないの、3周目はまだいない、3周目はいないか、なるほどね、まあ3周目目指して、はい、友達で入れるように、友達で入れるように、まず頑張りますね、はい、ボロ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 落とさないようにいろいろ、でも俺ら僕らから友達が減ってったらこの何週目のが早くなっていくかもしれない、4週目5週目リスリーとトラちゃんのループになるかもしれない沖縄の人だけで、そうそう、いかがなさってました最近、最近っすか、はい、いやいい感じっすよ、めちゃくちゃ、もうでも音楽活動の方もやっと最近は、ミュージックビデオをちょっと先に送ってくれたじゃないですか。あ、聞いた、こっち、まだ聞いてない、なんか何か、橋下さんが新しく撮ったミュージックビデオまだ出てないよ、わかんない、うん、まだ出てない、すごいよ、マジで見たい、めちゃくちゃ嬉しい、あ、それがこれから貯めてるやつですか今、そうそうそう、貯めてるってか、もう出る、それはシングルで、あ、もう出るやつなんだ、うん、それを今回うちのラジオで流してくれるんですか、流していいんですか、ありがとうございます、お願いしますかじゃあ曲の紹介の方はいやありがとうございます、曲紹介、はい、電波ガールで The Brave Fucking Pop。 Who's got my back? You're right Selfish I got my back Ugly No Pitiful What up? Yeah また言葉狩り、納得いかないことばかり、怖いもの見たさ赤の他人、溶けなし合う催し物に出たり、運命に抗うハンドルはピーキー、うねりの中声を上げ走り、抜ける時誰もが一人きり、苦悩こそ幸福だろうダヴィンチ、目には見えない場所が機能不全、目には見えないだから愛しくて、目には見えない守る君も受け入れるよ、このまま一緒にできる、落ちてきそうな真っ白な天井、俺だけシラフでみんなが正常、血は種穂はこの壁の向こう、待たせてごめん今向かってるとこ、はあ、うまいことやれないもんかな、存在自体がまあ完璧、落ちるとこまで落ちてなんとか、Wake up 何が正解かわからないけど、そう
Remember girl when you say 弾けるのが下手だねって高いさまでしょ早くしねそう言われた気がしたペアノイズやっぱり間の効かなくタクトにせよどうせいつからか病的に弾けてるだけだから Single and be a shoebreaker Don't mind me Only you それが誰にも届かない Yeah yeah 星屑ほどの声さまぐもり Yeah yeah 遮られおまけに Take it out 張りつそうなさまで精一杯1%その先にある景色知りたくて Don't wanna fail あっちのすごくラスペット見下せれいでレレクチョーのマレフェイス What can I do? What can I say? やーって僕らぼやきた向こう側愛してほしいだけだよたら軽く聞こえちゃうこれもどうやら聞いてもらったのは電波ガールでザ・ブレイブ・ファッキン・ポップでした。いい曲でしたね。え、どうだった今聞いてもらって、ね、どっちいい曲でしたね。どっちさんの感想聞きたい俺は。いい曲かなはず必ずきっと必ずきっといい曲なはず、はい、必ずいい曲です。ありがとう、はい、楽しみでした。いつでしたっけ。もう、ま、決まってない。出てんのかな。え、このラジオが。いや出てますよ。あ、なるほどなるほど。そっかそっかそっか。一回も約束守ったことないもん、ね、確かに。ここまでには出したいって言われたやつを守ったことが一回もない。いつですかとか聞く系の口じゃなかった。嘘つくのもやめよう。だから約束しない子。そうね、うん、そうなんです。できればね最初から破るくらいだったいいよ。そうそう全然裏話ほどでもないんだけど、はいはい、だからその椿くんに MV 送った理由みたいなのが、うんうん、その俺椿くんから服を買った、うんうん、買ったもとい買わされたいやいや人聞き悪いっすでも俺も気に入ったから買った。あのね、うん、俺のひどいんだよこれも。先輩がやってるあのツイタチってブランドがあってかっこいいね。そうで、ポップアップで買ったんよ、うんうん、それをね椿がね。そうで、ある日武道館でライブがあって、うん、変態紳士かなんかで、衣装買わんとなと思って、うん、適当にブラブラ沖縄歩いてたらそのツイタチってブランドが置いてる店フラッと入ったらめっちゃかっこいい服あったよ、うん、おめっちゃかっこいいこの服みたいな。これ武道館で着ようと思って買って着て買って家帰ったらその1日で買ったポップアップで買った服が届いてて、あ同じのが届いてた。やばだからポップアップではこの服かっこいいと思って買って、でそのかっこいいと思ってたことを忘れてそのお店でも同じの買ってたんよ。でもさでもそれポップアップってさ届くの結構かかるじゃん。忘れます。うん。いや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 。うんうん、いや俺も忘れるもん。いやいやじゃあトッチは余計忘れるって。絶対忘れるよトッチくんとか。同じ服っしょ。いや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 じゃないよ。ちなみにどういうあれ何
セットアップ、セットアップのなんかちょっとフォーマルな、崩したスーツみたいな感じかな、なんか和風な、うん、もしかしたら T シャツとかだったら忘れるかもしれないけど、俺はあんまり服は買わないかな、はいはい、いや忘れると思う。どっちくんの IQ だったら忘れる、うん、まあ、そう確かに。2人に言われてますから。でも服めっちゃ買うから余計忘れるんじゃない。いやそんな買ってないよもう。そう、うん、買ってない別に。で俺それ買って、はいはい、同じ服が2着になっちゃったから、そう買いませんって言われて、あ可愛いねっつって買って、はい、できたよって言って送ったの、はい、っていう送った。そのあの俺から買った服をその MV で着て、あー着てたからこれ、なるほど、その MV で着たんだ。そうで、あそうなるほどで聞いてもらったって感じ。でもなんか俺みたいなどこぞのやつかもわからない人間がこの服着て MV 撮っていいのかなみたいな。どういうこと。だから関係性がないじゃん、その服作った人と。あ、関係性だ、誰が。俺が。さんが。あ、関係性あるんだ。俺はあの先輩だから。あ、そうなんだ。そうへえ。でも、もう服売ったら買ってもらえたら嬉しいし、着てもらえたら嬉しいじゃん。誰、それ、うん、それが別に橋下の方がじゃなかろうかみたいな。でもさ、なんかそのめちゃくちゃ流行ってるブランドとかじゃない。はいはいはい、とさ、うんうん、その変な意味じゃないよ。はいはいはい、わかりますよ。すごくいいし、いい意味ね、うん、だとちょっと気にするというか。もう全く気にしない。その橋井さんが気にするんですか。そう、そのブランドにとってマイナスプロモーションになんないとか。やば、マジっすか。考える。俺はミスターネガティブすぎるでしょ。っていうか橋井さん、うん、俺のこと IQ 低いって言うけど逆にちょっと回りすぎちゃってる。いや回りすぎて苦労してるんじゃないですかみたいな。いやなんだろうな。えちょっと下に見て、ちょっとバカにした感じで言います。IQ 高すぎてバカにしてる。そう俺低すぎて。そう絶対俺も IQ は低いんだけど、なんだろうね、なんかそのだってその先の先までみたいな、その関係性がなんか結構洋服とかにも、はい、ちょっとそういうバックボーンを、バックボーン思想、うん、とかを、ああなんかまあまあ確かに確かに、はいはいはい、じゃあ意味スタイルみたいな、そう英語で、はい、よくわかんないこと書いてあるのは着たくないしとか、とか一応好きになったブランドのこととかいろいろ調べてとか、うんうんうん、そんなリスペクト持って橋さんがすごいそっち系だからだ、うん、服に対しての姿勢が。いやいや全然服買わないけど。いやでもなんていうんですか、その服に対しての姿勢が、うん、シャキッとしてる。俺は、うんうん、でも俺これに関してはトッチサイドになっちゃうね、うん、考えすぎじゃない、 すごい高いですよね、みたいな姿勢が。いやいやでも考える、ちょっとだけね、ちょっとだけ。そう、まあ、でなおさら地元一緒で、はいはい、沖縄発祥のブランドで、はいはい、とかだったら、うんうん、なんかよそ者の俺があんまり出しゃばって着ない方がいいかなとか思ったっていう。はい、ごめんね暗くして。絶対嬉しいと思います。嘘、はい、嬉しいでしょ。だってジェニーさんから連絡来たでしょ、ま、遊びに来て、うんうんうん、そうそりゃね、うん、はい、そうじゃないですか。ありがとうございます。あなた、いやそういう俺も誰が聴いてても嬉しいし、曲を、はいはい、うん、はいはい、ですよね、そうですね、どこでかかってても嬉しいし、お前も聴くなよってならないじゃん。なんない全然。それと同じですね、うん。てか橋井さん、すいません全然話変わっていいですか。いいよいいよ。かわいいっすね、髪。パカパーマかけました、ここだけ。かけためっちゃいいっすね。おばちゃんみたいな。下だけ、下だけだね。これ、いや、俺最初伸びて、クラゲみたいですもんね、もう。そうそれがここにパーンと当たって、こうなってんのかなと思ったんですよ。うんうんうん。すごいいい感じでそうなってるなと思ったら、パーマですよね。そうめっちゃいい感じっす。ありがとう。とっちくんの髪型もかわいいよ。今日の朝、慌てて
昨日じゃない、はい、あ、昨日か危ないね、危ないよ、危ない、ね、いやでもね、ちょっと目まぐるしかったからこの2日間。そうなんですよ、俺これ着る前マジでひし形みたいな髪型ひし形先っぽとんがってるってこと。ひし形ってどんな形だっけ。ひし形ってそうですよ、こうでしょ、ダイヤみたいな感じでしょ。俺は横が伸びるとそのまま横に伸びてくるんですよ。あの直毛すぎてってことね、はい、うん、こんな感じになるよね。なんつったんだろう、すごい髪型。十字架になる何それ、ワンピースのキャラみたいなやっぱここはなんかこうっていうよりはちょっと寝るんだ、どっちかに寄るんで、はいはいはい、だからなんか自然にちょっとなんていうんですか、わかるわかる、うん、わかる。なんか慌てて切ってきました。だから、その当時は、その当時僕がトッチに会った時はなんかトッチまだね、なんかこう頑張ってた、いろいろなんかこだわりがある風には見せてたんですよ。いや俺も昔のなんか映像とか見るとちょっと髪染めたりとか、そう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 、セットしてたりとか、そう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 、そうそうそう、沖縄に来て、まあ、こういう十字架みたいになっちゃって、たまにこうパリッとしてるトッチ見るとね、やっぱ嬉しいですよね、はいはいはい、その心は死んでなかったんだっていう。そうそう、いやでもマジあれっすよ、うわこれ別に言わない方がいいな、室内、うん、じゃなかったら俺切ってなかったっすよ。どういうこと、どういうこと。帽子かぶれたんで。あ、外だったらってこと、はい、あで今回ね、はい、はいはいはい、MV 撮影で来させてもらって自分がっていう流れでね。そうなん、あ、うん、そうそうそう、うん、それを話されて意味わかんないです、うん、だからこのすごく嫌だ美容室。あ、そう、髪を切るっていう。わかる、俺もなんかね、俺あのいつも東京で髪切ってさ、でそれおばちゃんがいて、そのおばちゃん結構スピってるんよね。ね、でなんかその髪を切るっていう行為はなんかこの女性の子宮を扱うのと同様な行為なんだよ。ああ、そんくらいデリケートなもの、それだけデリケートなことでみたいな。だからその髪の切り方をミスってしまうと、その後なんかその運気が下がっちゃったり体調が悪くなっちゃったりするみたいな。だから髪を切るっていうことは結構割と大切らしいよ。ああ、なるほどね。急な着地。え、これさ、ちなみにどっちがいいかなって俺の中でパーって浮かんだけどさ、切らな、あ、なんて言うんだろう、切らない、うん、めっちゃ、うん、腕の悪い美容師が切る、うん、だったらどっち運気下がる。いやそれは分からん、直接聞いて。あ、分かった分かった、じゃあ俺次聞いとくわ、うん、それはちゃんと、うん、だってどこのさ、うん、人かも、あ、なんて言うんだろう、もしかしたらその確かにね、おばちゃん的には、うん、この下手に扱うと、うん、運気下がるわけじゃん。そう、え、それは切られた側がってこと。切られた側、切られた側が、はいはいはい、だからそのおばちゃんね、あの行くじゃん店に、1時間は髪の毛触ってくれないんだよね。それでやばいよねマジで。え、どういうこと。1時間は髪の毛に触れないんですよ。喋るんですよ。でこう髪のこう肩のマッサージとかされながら、椿さん最近どうですあ、最近はまあ何もしてないですねとか言いながら、はいはい、俺それ最初1時間は大体探りがあるんだ、カウンセリングみたいなのがあるんですよ、はいはいはい。俺最初その美容室の話聞いた時は、うん、椿まだドレッドだったんで、うんうんうん、なんていうんですか、正直最初嘘の話をしてるんだと思ってました。どういうこと。そのおばあちゃんの美容師のであのドレッドできるおばあちゃんがいるわけない。いや違うんですよ、かかる時間がマジで8、ドレッドするおばあちゃんですよ。うんうんうん、10時間とか8時間とか。いやいや10時間じゃないよ、俺15、6時間とか。そう、15、6時間とか、うんうん、そんなおばあちゃんいるみたいな15、6時間ドレッド編んでる。いやいやいや、だってもうあのそんぐらいファンタジーな話な。最後の 4、5 時間は険悪なムードがなかった。あ、もうどっちもピリピリして。いやいや俺がピリピリしてて、早くしてよって、椿さんすいませんねとか言いながら、あ、もう早く行ってください。もう飲み行きたいし、飲み行きたいで、終わったらもうあの朝の7時、8時までみんな帰ってるんで。マジ？その日はドレッドで潰れたみたいな。すごいファンタジーみたいな話じゃないですか。でもやっぱね、大変だよね、あの髪型。大変だった。俺ロングドレッドだったからさ。大変だったね。似合ってたけどね。すっげー。なんかしかもなんて言うんだろう、このわかんないけどリッチなドレッドだよね。リッチなドレッドだったね、確かに。
めちゃくちゃ手入れしてたしね、綺麗だったね、多いしみたいな。でも東京まで髪の毛の考えられない、いや違う違う、俺も当時も、うん、もう東京に行かない月がなかったんですよ、はいはいはい、そのついでで東京 で、 そう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 、でコロナ禍に入った時マジでやばかった。いやで来てたじゃん、その俺だって3ヶ月、うん、俺髪の毛洗ってなかったんですよ、はいはいはい、洗えないんだよ、ね、あのね、洗えるけどドレッドって洗うと絶対何か問題が生じるんよ。その時にこう自分で対処しないといけないみたいになった時に、うん、もうでドレッドとドレッドがくっついちゃった。コロナの時ってドレッドだっけ。ドレッドです。あ、最初の方ね。そう、それは大変でしたね。何ヶ月、 3,4 ヶ月ぐらい頭だけお風呂に入れてない状態が続いて、でそれで夢見て神様が出てきて、あったね、ドレッドをやめて免許取れって言われたっていう。神様に、夢の中で神様にそれでマジで免許を取りに行ったから、もうすぐ電話してドレッドやめますっつって、うーん、で免許も取って。そっか、コロナの初期はドレッドだったんだ。そうです、めちゃくちゃ大変でした。大変だから今回何しに来たのって聞くとさ、うん、髪の毛やりに来たとか言うから、うんうんうん、東京に。いやすげえなと思って。これちなみにさ、毎月東京に行ったじゃん、うん、で今沖縄にずっといる今、この東京に髪切りに行くことに対してどう？めんどくさい。いやいや別に髪切りにだけ行ってるわけじゃないよ。あ、何か確実にあるし、実際に会えるじゃないですか。ありがとう、うん、やっぱちょっとツンデレな部分あるんで、やっぱこう髪切りに来たって言うけど、ハシシに会いに来てるんですよ俺っち、うん、この間もハシシさんになんか会いに行くって話してたの、つばき。いや誕生日プレゼント渡したくて。あ、そうだそう。でもそうよねこれえ、まあまあまあ、その俺のお腹の話になるんだけど、連絡取れなくなっちゃって、そのいつもあの貸し切りにしてもらってるお店貸し切りにしてたんよ、うんうんうん、でその日もあの行こうとしてた店がで貸し切ろうとしたらもう埋まってて、で別店舗を貸し切ってくれてっていう、はいはい、すごそうそうそう、でなんか橋さんと連絡取れなくなって、で、あれどうしようかなと思ってて、そしたらあの安比さんから連絡来て、うん、なんか橋さんお腹痛いみたいな。はい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 、それ安比さんから来るのか。そうだから安比さんから来るから、こう俺からしたら橋口逃げやがったなみたいになってて、途中までそう思ったんだ。そう、いやだってね、腹が痛いで来ないはないでしょ。いやだから逆にアンピさんがから連絡来る意味わかんないなって思っちゃうね、その時。そうってなってだから大事なのかな。いやだからその夕方ぐらいに約束したの、飲もうって。で他の人とかにも声かけてて、そしたら急にお腹痛くなりだして、じわじわ。あ、その日に。そうで、あの途中もうやばくなりだして、でよぎったのその瞬間今日無理かもなみたいな、はいはい、飲み行く、まあ、ね、でもお腹痛いから行かないは嘘じゃんそのごめんお腹痛いから今日やめとくわは嘘じゃん。でも逆だったら、あ、逃げたなみたいな、あ、めんどくさかったんだろうなみたいなのもちょっとよぎるつーか、はいはい。でもうこれ本当だからな。そう本当なんだけど嘘だよなと思って結構戦ったの、そっか1時間、はい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 、で悪化してって、でもうこれ無理だってなって救急車呼ぶ前にいやそこのギリギリまで行ったのやばいっすね。 LINE の最後が安否だったの、はい、LINE 開いたら。だからとりあえず安否に LINE 打って、で救急車呼んで超極限じゃないですか。そうだ、救急車で運ばれたって言われた瞬間に、あ、そういうことだったんだみたいな。なんつうの、この人を疑うこの俺の汚さ汚い心。いや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 、洗いたいもん心を洗えるんだったらでそこから即手術で手術っすもんね、うん、入院して、あのおへそ見たけどぐっちゃぐちゃになってるな、うん、ぐっちゃぐちゃやもん。しかも俺、うん、最近勉強してるんですけど、いろいろ。何を。いや、なんかなんていうんですか、すいません、勉強っていうか調べ物みたいな、はいはい、あのいろいろしてるんですけど、で、うん、そのたまたま、うん、そのハシスさんのなんか
見る前にツイートかなんか、うん、見る前に、うん、ちょうど蝶の、うんこと俺学んでたんですよ。ちょうど蝶のことを学んでめちゃくちゃで珍しくトッチ君から連絡来て、はい、ですっげえ心配されて、はい、いや しかもまあそうなんですよ、うん、で、うん、蝶はちょうど蝶を学んでいたトッチから連絡来るのやばいな。第二の脳って言われてるぐらい、はいはいはい、うん、大事な部分、うんうん、でそこが死って文字見て絵師みたいな、はいはいはい、絵師ですよね、うんうんうん、絵師仕掛けたの超死ぬのアシスタントと思って第二の脳死ぬのと思ってうんうん、マジでびっくりしました。いやめっちゃ心配してくれたもんね。知らなくてよかったっすね。いやほんとよ。えそれって、うん、死ぬ可能性もあるんですか。低いけど俺も心配だから手術する前に医者にその命に別状はないですよねって聞いたらいやあるよって言われてっていう。それあるよってまあ言うしかないか。だから最悪死、はいはいはい、その次の最悪が人工肛門の可能性が少しあるって言われて引きそうと思ってそのそういう時に限ってそういう時、うん、いやー思うタイプなんですね、うん、カルマがドシッとのしかかる そのパーセントをいや何もなくてよかったよかったよ本当に。これ人工肛門だったらなんかどうなんすかね。このいや俺もよく分かってないんだけど何か自力じゃできないんじゃない、うん、そのたまる場所があって常にそれよかった。うん、いや 大事にしてください。ありがとうございます。理想の、はい、俺の理想のおう、施設施設というか、はい、俺が何かこの莫大な石油を掘り当てて、うん、はいはいはい、もう有り余る金が、はい、有り余る金があって、うん、もう自分の趣味あ好きな施設を作るとしたらの話します、うん、はい。まず始め方怖い。まずすいません話していいですか。全然話してください、はい、うん、まず入り口で、はいはい、入り口入ります、はい、あまず、うん、入り口入ります、はい、したら、はい、あっ靴ちょっとやばい。あ靴ねえねえ、あすいません、ごめんなさい、ごめん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 、すごいねじれてる時空がまあいいや、まあいい話したい。いいよ、我慢するわ。じゃあ靴は一回やめてもう入って入り口入ったらもうあ、タバコ吸われますか。はい、あ、はいはいはい、あ、吸います、うん、あ、もう全然ここらへん吸っちゃって大丈夫なんで、はいはいはい、で吸い殻は床で大丈夫っす。何なのお前。何なのお前。え、何ですか。理想ですよ。床で大丈夫。理想ね、理想よね。そんなものは存在しないけど、はいはいはい、そんなものは存在しないですよ、うん、僕の莫大なただの遊びですから、はい、金の、はいはい、灰皿は床で大丈夫です、うん、だったらタバコ吸われますか。あ、喫煙、あ、なるほどね、タバコ吸われますか、はい、どうぞ吸ってください。そう、あ、で、なんならこうやって俺が喫煙所と探すような素振りしたらもうすぐ言ってくれて、うん、あ、その辺でいいんで、そうです、はいはい、床では灰皿ですって、うん、で、お部屋に案内します、うん、はい、っていう時に、はい、あ、じゃあこちらです、あ、すいません、靴を脱いでもらえますか、うん、はい、あ、わかりました、あ、じゃあこちらです。で、廊下から、廊下です、うん、で、その廊下が足湯です。はいはい、まずへお部屋までの素晴らしいね、はい、お部屋までの
はいはい、すごい。お部屋までの通路が足湯で、うん、足湯なんですけど、うんうん、嫌がる人もいそうだねそれ、はい、これ、はい、これ入ってったら、うん、足湯がどんどん深くなってってて、うん、いつの間にか体も使ってるっていう、服のまま服のまま服のまま行きたくないわ。いや違います違います、まだ聞いてください。はい、服のまま入ってって、うん、あ気持ちいいなみたいな、うん、あれでもこれ服びしょびしょだなみたいな、うんうん、あすいません、あ代わりの服は同じ服をご用意しております今お客様が来ているファンタジーだね本当に。これは盛りますね、メタバースの話夢の中みたい、はい、でまあまあお部屋にあのこうやって深くなってって浅くなっていくタイプなんで、はい、お部屋に着く頃には足湯になってんだまた、はい、足湯になってて、ああまあその脱ぎ服もそこら辺に脱ぎ捨てといて大丈夫です言われて、はいはい、ビシャーって脱ぎ捨てて、はい、部屋入ったら入り口で一瞬で乾く扇風機があって体が、うんうん、バーンって乾いて、はい、いらないかなで乾いてお部屋の中が全部温泉です。もういや部屋の中も、はい、はいはいはい、でベッドだけが横にあって、うん、それももうあれがいいんじゃない、あの何なんていうのかな、コテージとかに行った時とかにさ、うん、濡れてもいいいいタイプのこういうなんかあったじゃん今日もリクライニングの、うわ最高だね、濡れてもさ乾くんよね、傷まないんよね、はいはいはい、それでえハンモックじゃなくて、いや、ハンモックは濡れたらダメじゃないですか、うん、基本的にこれです、このあれあるじゃないですか、ビーチとか、あそうそうそう、あ露天風呂とかにもあるやつだ、そう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 、うんうん、俺もうそれでいいです、それね、あのそれで、うん、はい、外気浴とかの、うん、うん、ロビーからそれで送迎がいいでしょ、うわぁそうめっちゃいいなそれそれしたらだって足疲れないですよ、いやこのままくるお湯、あもう介護じゃん、担架で運ばれていくみたいなノリでってことねビシャーあーめっちゃいいなやっぱそれで、うん、やっぱそれで、はい、プラン変更、でもご飯は、うん、何食いたい、そこで食いたいの、そこの名物何がいい、風呂入る、あ、入ったままでしょう、風呂入ったまま、うん、ご飯頼む、うん、そんなに風呂入ってたい、あのね、これねのぼせるとかない、一個大きな勘違いしてるけど、うん、ずっと入っ、あのずっと湯に使ってるわけじゃないから、うん、これ使って熱いなと思ったらこの岸に出るから、はいはいはい、岸もあるんだ、岸もあります、もちろん、はいはい、そしてそのお部屋はもう外気もう、あそれダメだな、あのボタン1個で外気めっちゃ入ってきます外気が入ってくる、そうバシャーっと、そう、はい、あれ涼しいなっつって、あーもう逆に肉まんとかでいいっすわ俺、うん、喜ぶ肉まんとかでいいっすわ、おけが流れてきていいっすわ俺おけに入ってんだ、そうです、でこうやって夜ご飯食べて、うん、でめっちゃだる何もやることねえとそうだな、お金あったらそうかマジで、うん、ほんとよ、ほんとに、はい、お金持ちすぎてもう何も楽しくない人の発想だよそれあの外のあの雨しのげるあの椅子でロビーから運んでもらった確かに何も、でも、もしだけど、本当にもしよ、うん、本当にもしもの話だけど、マジなんかもうトッチの一曲がマジとんでもないぐらいバズって、もうジャスティン・ビーバーとかもう優に超えるぐらいバズってしまってとんでもない巨大な財産富を得た時にトッチマジでそれやってほしいな、オッケー作ってほしいなそれ招待するわマジで、そこでも、でも、うん、これ今ふざけてるっていうかすごい、いやふざけてるでしょずっと、まあファンタジーだね、ファンタジーですけど、はい、これはマジでこれ最高だなって思ってるんで、うん、あのはいはい、できるなら実現はしてみたいです、うん、いやでも妄想現実化できるからね、はい、これマジ来た時に、うん、この何歳か分かんないけど
年老いた皆さんに年老いた俺らにちょうどいいだろうね、はい、そのシステム最高だわって言わせたいその施設で。じゃあ頑張ってください。頑張ります。いけるわ。ファイナルウェポンカンパニーレディオ。僕の幼馴染が椿さんのことを好きになってから確実にビッチになりました。どうしますか。なんで俺のこと好きになってビッチになるんだろうね。わかんない。なんでだと思います。多分橋さんはその答えを知ってると思います。いや関係なくない。関係ないね、これ。うん、関係ないですか。なすりつけられてるだけだと思う。それ。ああ、そうかも。俺に、うん、あ、分かった。幼馴染のことが好きだったんだ。いやいや、うん、違うよ。もうちょっとビッチの毛があったの。あるやつが俺の曲聴いてるんじゃない。でデビューしたんだ。そこで。そう、じゃないかな。見つけ出してんだ、椿の曲が、うん、いや、じゃない、そう。ちょっとビッチの毛がある人が俺の曲を見つけ出してんだ、逆にね。見つけてちょっとビッチの毛がある女の子が、じゃあ俺みたいなやつに出会い、うん、俺の曲を聴かせてもらって好きになったタイミングとうまく重なったの、ね、で、うんうん、あれ幼馴染みそういえば椿の曲聴き出してビッチになったなと思ったんじゃない。分かった。そうだね、うん、男から教えてもらったんだよ。そうだよ。知らんけど、はい、以上。勝手にお前が好きなんだろと。ドゥクドゥク。最近警察のお世話になったり、うん、入院したり、はい、舐めてるよね。あっさと、はい、これは運や役などでなく、うん、私自身の問題ですよね。あです。そうですね。どうそうです、ね。マジさんどう思いますか。僕が、うん、送らせていただいた。ツツさんにこれついてないなって思ってたんだけど最近、はい、ついてるとかじゃなくて、うん、ついてるついてないとかじゃなくて、はいはいはい、ただそのあれありますよね、うん、この考え、うん、いやでも。まあ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 前者の方はまあまあ自分の行いかなと思う。身から出たなんとやらですけど、後者の方はだってあれもうね雷に打たれたような。でも俺これ橋さんにもさ喋ったんだけどさ、この引きこもりじゃん俺。引きこもりだね本当に。で橋さんも全然外出てないって言うから、まあでも俺よりは出てんだよな。よ少なからず生活習慣とかその食べ物だったりとかもやっぱ関係あるよね。はい、なんかその第二の脳じゃん。はい、やっぱ腸はね。腸が今回の腸がこのいや大丈夫です。腸について抑えますが、はい、そういうなんて言うんだろう。関係なかっても、うん、稲妻だったとしても関係してくると思うんですよこれからは。そうよね、年齢的にもね。どっちでも食生活そんな気をつけて生活してる？してない。あ、でもこれからしよっかなみたいな。腸のこと勉強したから。いや、このね食品の闇とかもいっぱい勉強してるから。そんなこと言ったらどっち何も食えなくなっちゃう。いやでも俺はね食うの知っても知った上で、はいはいはい、このうまいはうまいからさ、うんうん、確かにね。体に悪いものの方が美味しかったりするもんね、はいはい、それはもうしょうがないんですよ、うん、でもこの運動とか、うん、運動とかって運動っす。運動してる？してない。どっちだって最初だから橋さんも僕とどっちちょっと運動が足りてないから運動しようねっつって、うん、いやめちゃくちゃスケボーをした日にどっち絶対無理な、なんかランプってあるじゃないですか、あのスケーターが。そこがこういうザーバチンみたいな、うんうん、ザーバチンってこの上ずっとやるやつあるじゃないですか、うん、あそこから行って普通に怪我してその日で終わったんですからね。ローラーブレードスケートじゃないです。スケートっすね。スケボーの方スケボーです。ローラーブレードでも怪我してなかった？ローラーブレードでは怪我してないです。ローラーブレードじゃなくて走って怪我した。走って怪我しました。どういうことみんなでかけっこしようってなって全力でみんなで走ったら
トッチがいきなりこけて、うん、普通にまっすぐ走ってるだけなのに、うん、いやでも一個言わせてさせて、はい、その時ね、あ、なんか特殊な靴みたいなの入ってたじゃん、あの革登る、あの革用のね、ぐっちょぐちょの靴だったんですよ、うん、だからちょっとズリっていっちゃった、ズリッズリッていってしまう、それで大怪我してます、大怪我、マジで全治、全治2ヶ月とかかかってなかった、いや2ヶ月どころの騒ぎじゃないよ、騒ぎじゃないか、最初傷が傷ついたことに気づいてなかったです、うん、傷ついたことに気づいて、怪我したことに、怪我したことに傷が気づいてないぐらい、傷が、あの、なんていうんですか、血も出てないし、うんうんうん、めちゃくちゃえぐれて膝の中見えてんのに血も出てなくて、うん、真っ白で、はい、骨見える手前ぐらいまで切れたんですよ、こわっマジで、で、なんか大丈夫って見たら、なんかどっちかパッて見たら、なんかこう真っ白の脂肪が見えてて、うんうん、でそっから血がちょっとずつビヤで、気がついたらもう全部真っ赤になってた、足が、うんうんうん、え、何の話だっけこれ腸の話じゃなかった、え、何の話だっけ、健康、あ、運動、あ、違う、健康、運動、運動、運動か、いや、運動の手前ですよ、これどっから来た話だ、これだから、いやいや、質問がなんかあったよね、そう、その腸の、いやいや、違う、俺の、俺の、俺の、その、あ、そうだ、そうだ、橋さんのだ、あ、これ、これからは何かしら影響してくるよねっていうところからここが来たんだ、はい、すごいな、全員やばいなまあお酒も入ってますし、そうそうそう、だから運動が心配ですね、俺自分自身にも心配ですし、うんうん、引きこもり軍たちに、うん、俺は積極的に声をかけていきたいな、ハングさんにも、でもハングさんたまにバスケとかね、ハングさんはどうですか、ハングさんになってるね、ハングさんになってる、ハングさん最近何してます、ハングさんになってる、なんかその自分の生活健康だと思います、全然だね、いや全然ですか、トッチと似てるかも、知ってるけど、まあね、知った上で食ってるし、あ、なんなら知った上でその夜に食べちゃいけないものっていっぱいあるじゃん、いっぱいありますね、いっぱいあるじゃん、でも全部うめえですよ、うん、俺食った方が、運動もしてない、うん、運動もしようとは思ってるよ、でもしようと思ってしようとは思ってるよね、ゼロイチは生まれてるのよ、気持ちのね、え、でもたまにバスケなんかしてない、たまにバスケしてる、あれぐらいだよね、本当に、あ、バスケとかしてるんですね、たまにそれいいっすね、いやそれめっちゃいい、俺あのクルーザーとスケボー買った見せたじゃないですか、アンクさんに、うん、自慢切り、これ見てください、うん、アンクさん、うん、あのスケボーを深夜に、うんうんうん、あ、気持ちいいね、あそこら辺をずっと爆走したり、はいはい、自転車も自転車も買ったけど自転車も電動自転車ないよね、あ、一時期走ってなかった、走ったり、あの運動とかしてたんですけど、どっかのタイミングでやめたからもう一回やらないとなって思ってます、だから俺はちょいスイッチが入った時期めっちゃやるけど、スイッチが切ると全くやらなくなっちゃったりとかするから、てか一人でやるのが面白くないよね、うーん、っていうか、そう、俺が頑張ってるところを見せたいんですよ、何その欲求その厚巻き頑張ってる頑張りが欲求のモンスター、人に見られないと俺はやる気ないよ、深夜にしかちょっとあれなんだね、昼間にやんないんだね、ちょっとそれはあるけど、いやいや、それ人に見られるのは嫌なんですよ、だから友達とかと一緒にやりたいです、なるほどね、はいはいはい、さすがにね、知らない人に、ね、だからまあなんかもし気が向いたら連絡してやん運動のね、走んないとかスケボーやんないとか、はいはいはい、これちなみに、うん、この大きな俺の中でのこの分け目っていうか分かれ目があって、なんて言うんだろうな、この目的のない運動が俺マジ嫌なの、ただ走るみたいな、言ってたね今日、はい、走ったりとか、はいはい、この例えばどっちで走った後にそのままラーメン屋さん入りそうだもんね、なんでそう意味ないみたいな、走ったこと忘れて、まあでも走ったならラーメン食っても全然健康なんだ、だから目的が楽しいだったらいいんじゃない、そう、まあ全然いい、うん、だから一緒に走ったら楽しいじゃん絶対、うん、え、なんていうのこのさ、走る、うん、ま、って何みたいな、一個企画がついてた方がいいってことでしょあの例えばじゃあこっから原宿まで歩きますみたいな、ああのそのゴールみたいなね、それで何歩だと思いますかみたいな、あのなんか今原宿って言ってからバカクソ遠くなったけどこっから那覇みたいな、あの那覇の、いやこれめっちゃ単純な話ね、これすっごいバカみたいに聞こえるかもしれないけど、うん、俺の前にボールが転がってってくれりゃいいのよ、確かに追っかけれるから、球技か陸上競技かみたいな、陸上競技、いやもう目的ないじゃないですかあれでしょ、そっち側でしょ、じゃあスポーツだったらいいってこと、はい、めっちゃいい、じゃあバスケやろうかとか、そう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 、うん、走るが俺も苦手なんだよね、このただ走るみたいな、これたださ、うん、健康のためだけの行動じゃん、もう完全に、いやあんなのマジ俺思うけど、筋トレとかってうぬぼれだと思うけどね、
何それ。いやだからうぬぼれ自分に。ほとんど世の中そんなもんでしょ。いや俺はもう俺うぬぼれてるもん。俺ちなみになんかこの走ってる自分にうぬぼれてる。いや俺目的はもうあれだもん、肝健康だもん 100% この運動欲のね。だから筋トレとかも嫌だもんね。目的が楽しければね。楽しい。スケボーは楽しい。じゃあスケボーでいいじゃん。うん、いい。楽しい運動できる。スケボー しましょう。俺俺で、はしさんも運動昔ありましたか。そのしてた時とかあります。あるある。10代はめっちゃ運動してた。10代とかじゃなくて、はしさんはそれだからそのいや逆逆なの。この学生の延長とかじゃないさ。めっちゃ最初はしさんは野生児だから。はしさんだってもともとスケボーとかなんかそういうストリートカルチャー結構かっちり行ってませんでした。いやスケボーしてないね。あしてないんだ、うん、でもなんか今日話したら野生児だった。ああそうワック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 だったんだ。ワックなんか最近運動してるんですか。してない。あやっぱ全然できないですよね。スポッチャとか行きたい。うわめっちゃわかる。それは多分 100% 楽しい。結局それですよ ね爆発しちゃいます。鬼楽しいですね。だから自分が行きたい時に行ってくれる友達が欲しい。近、うんうん、近なるほどね、うんうん、って言ってる時点スポッチャいいっすね。うんそう。じゃあタイミングでやるわ一回、うん、スポッチャなんかそういう遊びも面白いかもね。運動神経いって誰が1位か決めたか。あいいねいいね。いや俺ねでもね多分トッチに負けてるんですよ。すごいよ多分、うん、いやトッチに負けてますよね。その話も今日してて俺トッチ君の運動神経がいい一個の理由として、うん、恐怖心がないとこってかなり大きいと思うんで。確かに恐怖心ないねトッチ。ぶっ壊れてる人間みたいな。うんとか本来人間がセーブするところを超えちゃってたりとか。あのねそれなんかすごい怒られてるみたいな。スキーでこうあのめっちゃ高いところから、うん、こうバーッつって上にパーンって飛ぶやつあるじゃないですか。ジャンプあれやってたんですよ。いやジャンプ前あれじゃない。これはアルペンってこのモーグルみたいな。あ、ビュンビュンするやつ。めちゃくちゃ急斜なところのコブを。多分だからってくる。あれじゃ。いやでこのめっちゃちっちゃい時に一番最初にこの上から下まで直角行でこの強制的に下ろさおあの何回も泣き叫びながら俺はうわーって言いながらずっとループさせられて。それですよ。それで多分死んだんですよ俺スピードとかの。あその感覚が。なるほどね。もういやだって今日話しててそのクマ見たことあるっつって肉眼で雪山で。そう雪山で肉眼でクマ見て、うん、俺知らなかったその話。怖いっしょって言ったら、うん、いや俺スキー板つけてたから俺の方が速いんでって言ってて。クマって80キロぐらい走るよ。いやもう全然余裕です。スキーもっと出るマジっすか。全然余裕です。もう怖くなかったんだね。いやてかこのなんか距離もあるし、うん確実に俺逃げれるから。いやだからその俺の方が早いからって言った時めちゃくちゃかっこよくて。クマはあの上りは強いけど下りで80キロ出すと転がっちゃうらしいね。なるほどね。なるほどね。だからトッチの方が早いよ。転がられたら転が早いねクマは。俺より先に下についちゃいそう。あなたが一番です。ありがとうございます。ドゥクドゥク今19歳なんですけど、はい10代のうちに、はい、あ、18歳なんかも。すいません、あの、うん、橋さんがあの一回ちょっと用事を思い出したんで、あの一回ハングさんに変わりました。ハングさんに変わりました。はい、どうす、ゲストハングさんです。あ、こんにちは。10代のうちにやっといた方がいいことはありますか。俺でも勉強より遊びに熱心になった方がいいんじゃないかなって思って、ね。うんうん。なんかその。まあ、どういう状況なんだろう。なんかね、なんかそう勉強したことより社会に出て生きるのって人間関係の方が大事だったかなみたいな、うん、要は勉強と遊びが一致になってるのが一番よくない。確かに、うんうん、それが一致してる、まあ、勉強イコール遊びみたいな、うん、そうね。例えばっすよ20代って、うん、はいはい、嫌が王でも嫌な人と絡まないといけない時期じゃないですか。そうね、そうね。30代結構いろいろ選べるもんね。マジ手放せる時期になるじゃないですか、うん、そうね。だから20代でそれ学んでその
結果人に迷惑かけなければいいっていうのが前提じゃないですか、世界の、うん、そこ20代でそれを学べればいいかなって思うから10代はひたすら遊ぶのが俺はいいんじゃないかなって思いますね。そうね、まあ、好きなことに、うん、その好きなことが、ね、金につながってたらより最高じゃない、うん、なんかそのマーケットを見るのも大事じゃない、プロ野球選手になりましたみたいな、うんうんうん、でもこれさ、まあそうです、なんか好きなことさ、よくない。10代の時好きなこと何だった？俺ラップしてなかったけどリリック書くこと好きだったんだよ。やば、あめっちゃ俺もだよ。マジ？リリックだけ書いてた。めちゃくちゃ書いてた。でなんかラップはそういう先駆者に出会わないとできないもんね。いやもう俺らそう氷河期だったもんね。どういうこと曲作る前に、いやだから曲の作り方がわからんかった。そのすごいね。だから先駆者に出会って、先駆者にその熱い思いを伝えてレコーディングをさせてもらえる感じだった。でもそれってさ、リリックは書けるからさ、ラッパーあるある、もしかしてあるんじゃない、その時期は。そうじゃない、みんな結構そうじゃん、リリックを一番最初に書き始める、まずトラックを手に入れることが困難だからね今全然。なんか YouTube にインストが転がってるとかっていうのも分かんなかったね。まあそうだよね、そうそうそう、トラックメーカーの数もね、やっぱ10代からやってた。うん、何やってたの？何が？ああでもそうで超後半だけどね、10代の10代の後半で何やってた？なんかそれこそこのさ何きっかけで始めたの、その音楽？俺それ聞いてなかったの。何をきっかけで音楽を始めたの？きっかけ、確かにハングさんのも知らないです。きっかけ、きっかけ、きっかけってむずくない？俺でも好きになったからしょ、2年遅れ、もともと好きだったんですよ、うん、あのヒップホップミュージックは、うん、で2年遅れて高校入った時にそこにいるやつがずっとラップ歌ってて、その2個下の後輩がラップをずっと授業中に歌ってて、あの実習中とかに、うん、でなんかお前ラップとか好きなみたいなさ、リリックとか書いてるって言われて、あーみたいな、俺もリリック書いてみようかなみたいな。大志って会ったことないですかね。あーあるよ、谷志、うん、谷志とリリックの交換をまず教えたんですよ。はい、最高に楽しいね。そう、その時めっちゃ楽しかったですよ ね。なるそれ完全なるきっかけだね。そうそう、綺麗な、うん、きっかけだった。いいね、それは綺麗なきっかけ言えるね。もともと好きだったけどね、うん、なんかその自分がやってみようになったのはそこにから入ったね。確かに、そんな綺麗なきっかけないな。ないないわ、もやっとしてる、うん、もやっとしてる。ずっとぬるっと始めたってこと？なんか知らんけど、それこそ俺スキーをやめてから、うん、なんて言うんだろう、熱中はなくなったんだよね。あー、スキーいつまでやってた？まあでも高校入ってこうやって、うん、なんて言うんだろう、フェードアウトして、はいはいはい、それと同時ぐらいかな、こういう感じかも、音楽、はいはいはい、それがフェードアウトしてきたから多分この向ける先どんどんがなくなって、で音楽好きだし、はいはい、かな、ちょっとやりたいかも、はいはいはい。俺ダンスもやってたんですけど、うん、ラップとダンスを並行して始めたんですけど、もうラップ始めたと同時ぐらい、一応やりながらなんかラップの方が楽しいなみたいな、あ、それダンスもやつ感じになって、ダンスがどんどん、はいはいはい、落ちてった。はい、なるほどね。そうそうそう、あーじゃあこうだ、そう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 、なんかそのラッパーがラップしてるところのでショーケースしたいなと思ってたよ。はいはいはい、でだからラップ始めてラップの友達作ったらダンスできるんじゃないかな。はい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 、でやめてったな。でラップをこうやって、そうだ。あとね、モンハンがいけなかったね。モンスターハンターに全員ハマって、なんかダンスをやろうっていう体で集まったのに1日モンハンで潰れるみたいな。でなんかそのダンスやりたいやつはダンスやりたいやつでなんかこうやきもきするみたいな、はいはい、お前らダンサーなのにモンハンばっかやってみたいな、はいはい、これ今もさ、うん、APEX とかでさ、うん、同じことなんか起きてそうだね。お前ら APEX ばっかやりやがって。いや逆だと思うね。どういうこと？ APEX やってるやつがこの、あ、確かに、そこについていけないやつが APEX をどんどんやめてって、確かに、お前ら APEX やらないでみたいになってる。逆だね。そう、何の話だろう、何の話なんだろうね。
結構真面目な話になった、うん、質問が真面目だった、あ、そうだ10代、うん、遊べって感じ、 俺は遊べって思います、どっちは、ハンクさんは、俺はもう金になることをちょっと、あ、もう10代から金のことかけてこ絶対いいでしょ、そっちの方がだって必要なのも20代だって、そのうち同じ過ち しない方がいいよね、うん、俺ら、まあ確かに、どっちは、まあ、好きなことね、好きなことが金につながってたら一番よくね、頑張りましょう、はい、ドゥクドゥク、社会人1年目です、はい、職場の苦手な人とはどう付き合っていけばいいでしょうか、知らん知らんやばすぎる、そんなこと言う人が募集しちゃダメ、ね、質問を、ね、そう、もういいよそんな、知らん、付き合わなくていいってこと、付き合わなくていいって、知らんよそんな、自分で考えよう、やばすぎる、怖い怖い、いやいや相談してこいって言って募集かけて殺すタイプ、苦手な人がいる、相談してきたら、それはしゃあない、だってそれは、うん、仕事何、仕方がない、絶対に、うん、みんな経験することだし、それは自分で考えて行動を移してこそ正解に導くしかないから、あ、ファイナルウェポンカンパニーラジオに答えない答えってよりもアドバイスが欲しいんじゃない、ちょっとアドバイス、アドバイス、まあ、嫌いな人と付き合う、ハシスさんどうするんですか、嫌いな人と、はい、だってだ例えばですよ、じゃあめちゃくちゃ行ったことありました、あの会社さ、会社っていう会社はないけど仕事はしたことあるよ、でも今までその、うん、このバイトとかでさ、うんうんうん、このいるわけじゃん、一緒に働く、うんうん、いた、この嫌いな、いたよ、いた、うん、いた、俺はヘラヘラしてた、どういうか、あ、なんかね、うまくおだてて、あーあー、弱ったりでしょ、タバコ吸わしてもらってた、すごいじゃん、好きに好かれじゃん、好かれてるじゃん、嫌いな、俺うまくやってたね、そこすごいね、なんかめっちゃ苦手な人だったけど、なんか未成年の時っすよ、うんうん、お土産で働いてたんですよ、沖縄、ね、はいはい、うまくやって、むしろ好かれてたんだ、なんか当たりは強いけど多分好きだったんだろうね、俺のこと、すごいね、まあ、器用、それは上手だね、うん、だからうまいおだて方を学べばいいんじゃないですか、じゃあ俺のアドバイスとしては、あ、こなんかこう逆に苦手な人を、うん、気持ちよくさせる、そう、はいはい、グチさん俺、はい、俺はもうどうせ仕事だし、うん、嫌われていいと思う、うん、あー、嫌われながら、うん、しんどいよ、しんどいよ、同じ目標、あの仕事って同じ目標を達成するためのものじゃないですか、はい、わりかしめんどくさいですよね、その状態でいることが、いやだから、うん、これはよくないって気づいた、大人になって、うん、だから続かなかったの仕事が、はいはいはい、どんどん居場所なくなっ て、だから結果その方がいいんじゃない、こううまく、あー、いや、そう、うん、なんとか正解でいいですか僕のが、うん、じゃあ僕のでお願いします、はい、頑張ってください、はい、頑張ってくださいそれで、はいはいはい、それでさ、はい、さっきの撮ってます、理想の、理想な、ちょっとマジで、まず外見のディティールから言うわ、うん、じゃあハング君の理想の、うん、施設、施設、施設ね、まずね、そうそうそう、隣がセブンなんだよね隣から入るね、ま、セブンってところは結構規模ですよね、そう、俺でもわかります、はい、しかも広い、確かに隣にコンビニがある、広めの広セブン、便所綺麗でね、便所綺麗、便所なんてさ3つある、あの男用のやつと女男女、これコンビニって2種類あるんですよ、うん、分かる、2種類結構あるんですけど、あの一歩前に出て用を足してくださいとか、はい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 、あのバンバン汚してください、はい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 、お掃除は私たちのお仕事ですって書かれてる、この大部分的に言えばこの2つの中で、そっち見たことないわ、なかなか見ないです、たまにあるんですよ、そんなのある、でそんなん言われると逆に人は汚さない、なるほど、うん、なるほどね、なるほど、押すなよってこと、それも俺が付け出してもらっていいですか、この理想に、もうなるほど、綺麗な照明、はい、そうだね、それいい、あとなぜかずっと100円セールやってる気がするから、あのその成分、はい、おにぎり気がするからホットスナックが、ホットスナックなんか安くなってる感じの、はいはいはい、そこのセブンの横に周りから
そのちょっとね、入り口までのあの庭、ちょっと石畳、石畳みたいな、はい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 、あって、あの丸い石ですよね。丸い石、ちょっと照明もちょっと暗くなって、はい、ああちょっとあの空気変わったなみたいな。はいはい、そこら辺に入り口あるから、ちょうど一番いいところに入り口あって、まあ、玄関ドアみたいなのもう一個あるよ。ずっと開いた瞬間にもうとりあえず焼肉の匂いだね。からすげえ好きだね、うん、焼肉の匂い。いやまず風呂上がった後に一番そこは何屋なの？何屋っていうかと風呂もあるホテルに宿泊施設、はい、ゲストで今日あの、うん、地方で来て、はい、あの今日のホテルですみたいな。うわそれやばいね、その想像。3人ずつ最初そうでホテルについてね、ロビーに焼肉屋あるの珍しいねみたいな。匂いするから、もうバンバン実際ある。あるんだ。あ、焼肉ある。ギリギリの焼肉、どういうこと？煙ギリギリのこれマジ大丈夫なの？バンバン、あなるほどね。ギリギリなくてすごいいいから、ロビーの空気の風通しが、うん、ちゃんといいから。でもスムーズよ。サインとか好きな名前、もう好きな名前でサインでもチェックインする。やばすぎ。もうあのもう宅急便ぐらい。そうそう、適当じゃん。なんならそのペンで指紋でもやってますみたいな。すごっ。もうハイテク。書かなくてもいいね。で、あのウェルカムドリンクかちょっとなんか甘いものとちっちゃいコーヒーセットどっちにしますかみたいな。はいはい。でも部屋に運んどきますかどっちもみたいな。じゃあどっちも最初から置いとけよ。確かにいらないよって人いる。いらないよって人いるんで。ああそうだ。で風呂場は一回あのフロント行かなくていい、あの部屋行かなくていいです。どういうこと？荷物一回預かってくれます。それ大事ですね。荷物全部預かって、これそのままちゃんとあの部屋に置いとくんで、はい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 、もうそのまま風呂行ってきていいですか？はい、どうぞ。今どんどん痒いところに手が届き始めてるんです、ね、届きてる。これからすごい、はい、これからこれからが、うん、まあ風呂行きますね。そのまままず風呂行くんですね。風呂行きます。で、あのまあロッカー室で一応好きなだけあの館内着も死ぬほどあの束になっておかれて、汚しても、まあこれで、はい、何枚使ってでもいいんだみたいな、あの安心感。そしてあのドリンクバーがあるね。あ、え、風呂に、あのその脱衣所の付近。うわ、あのありますよ、あの大阪に。マジ？あのドリンクバーのアイス屋さんとかがもうあの風呂の中に。俺の一ピースをつないでるね、その理想のピースを持ってるとかがあるんだ。それでまあ、風呂はもうまあまあいいよ、まあ、もちろんいい、もちろんいい。でやっぱ風呂上がった後は焼肉の匂いがちょっとまた焼肉に帰ってくるんですね。そうそう、もう一番腹減ってるから、はいはい、まあでも風呂の後ね、その飯だ。そうそう、もうあとその一回でも部屋戻ろうか、部屋戻って一回あの飯行こうねみたいになるでしょう。部屋までもうあのあれですよね、その焼肉の匂いを一回グッとこらえて、そう部屋に一回戻る。すっごいいい匂い、部屋の周り。もう焼肉とかの次元じゃないぐらい。やば、チラシ入るんだ、すっごい綺麗。チラシ入るんだ。でもエレベーターのあの右のあの数字とか映るところは焼肉の絵、なんか焼肉の映像がなんかあのエレベーターのエレベーターの右のショー。あの今日は何の日です、8月9日は何の日です、これが焼肉の映像、焼肉のための施設。それだね。そこでまあそうだね、部屋戻って焼肉行ってマイクと。ごめん落ちの部分。ハングさん、それ風呂と焼肉で完成させるってことでしょ？まあそうだね、まあ寿司もあるんだけど隣じゃあ。ちなみに、ちなみに言い出したらキリねえ。まあでも寿司匂い出ないからね。そう、確かにジラシは焼肉だった。アングスさん、ありがとうね。じゃあ帰るわ。じゃあ帰るわ。そのホクちゃんのアルバム、はいはいはい、出て1年、うんうん、そうですね、1年そうだね、うんうんうん、ちょうど1年、うんうんうん、でデラックス版が出るってことで、はい、あのトッチ君とハング君のグッドタイムって曲に俺がフィーチャリングで参加させてもらって、させてもらって、まさかの
また MV を撮るっていう。そう。なんかだからこれ今日に至る、あ今日、まあ今回のこれに至るまでに、なんていうんですか、ちょっとなんか何も作ってないのに新しい MV 撮るみたいな。だってハングさんとどっちはやったこと同じですもんね。そうなんですよ。そうそう。うんうん、でバースも何も変わってないしね、別に。うん、そうなんですよ。今日それでめちゃくちゃ、うん、あこういうのもありな世界。そう思った。いや俺もよ。プラスにすごいあのあり得るんだみたいな。ありに何でもいいっすもんね。ね、時代が勝手に変わっていくじゃんさ。そうなったら俺もマジでイントロの MV3 つ作ろうと思って。マジで。自分のアルバムのイントロ3つ MV 出すわ。何でもありだ。変な話ですけど、橋本さんそのこれ。北斗とやる曲初めてですよね。初めて。いやもうだって北ちゃんずっと言ってた、うん、もうすっごい根に持ってたっすよ。いやそうなんだ。どこどこで橋さん、あのファーストアルバムで橋さんを客演で呼んでたんよ。あなるほどね。橋さんが これは無理みたいな、できなそれでできなかったから、スケジュールもあっていろいろ。はいはいはい、わかるでしょ。俺らは北ちゃんの性格わかるじゃん、うん、バカタレも根に持ってたもんね。いやだって俺だし今回もずっと言われてたもんね。会うたびに言われてたから。なんて言われるんですか。いや橋本さん参加してくんなかったから。やばすぎて。そう。今回参加した橋本さんに向かってそれ言ってんだよ。うん、半ギャグ。相当根に持ってるよ。すごいっすね。半本音ぐらいの。でそのためにすいませんっつって。本当に。あなるほど。じゃあ北ちゃんとしても念願の橋本さんだったんだ、ね、今回、うん。多分念願の橋本だし。念願の橋氏だね、うん、念願の橋氏だし念願の橋氏だなって思う。急に結構急でしたよね。急だったね。急じゃなかったかえどっちが制作撮影、はい、撮影は急だってですよね、うんうん、めちゃくちゃ。でもめちゃくちゃ喜んでましたね。俺も嬉しかったし、うん、僕とめっちゃ喜んでくれてたっす。急に橋氏さんと撮影できたっす。台風とかいろいろあったの。全部羽のけ。天気もよく。俺も入院すべて直後に確かにそれもだから、うん、あの撮影無理かもって思いますよね、うん、いや確かに。でも俺はもう呪いのように言われてたから北ちゃんに。なんでですか。その参加してくんなかっただからマジで穴開けるわけにはいかないなと思って。それでもあのすっごい急に傷が塞がってた北ちゃん。北ちゃんマジもしこれマジで橋本さんが10秒で、うん、あの退院できませんでしたってなっても、うん、永遠に言ってた。いやそれしょうがないじゃん。いやしょうがなくても言うから北斗は。いやよかった。でも良さそうな、めっちゃいい MV 撮れてるだろうなって思ったんで。ただ全然不満じゃないよ、はい、不満とか、はい、ネガティブなことじゃなくて、はい、ネガティブなのかなあのネガティブですよ多分それ今から言うこと。嫌とかじゃなくて、はい、俺自身が、はい、そのまあもともと大好きだったし俺グッドタイムの曲、はい、まさか参加すると思わなかったし、はい、で参加させてもらえて、うん、でもう一本ビデオ作るってなった時に、はいうんはい、そこの変化って俺が入ってるだけじゃん。そうですね、はい、で結構ちょっとそのビデオも作るってなるともう一回ちょっと責任がこう。そうっすね。だから結構気合い入れて、ありがとうございました。マジそれ最高。作るって言われて作ったんですか、うん、それともできたからビデオ撮りますってなったんですか。いやそれこそ飲んだじゃんその東京で、うん、飲んだ時に北ちゃんいた時でその時に話しててあバース良かったっすって言われて、うん、ありがとうっつって、うん、でその流れでビデオ作りますかって言われて。ほう。あそうそうそう。あじゃあ北ちゃん的には北ちゃん的には、うん、北ちゃん的には、うん、あのめちゃくちゃ好きだから、うん、それが作りたかったんでしょうね。確かに確かに。だから、うん、作りたくて ねただただ、うん、そう、はい、この3人が写ってるこの絵が欲しくて、うん、それを残したくて、うん、多分作ったんでしょうね。いやだし嬉しいし北ちゃんと作れたの。俺トッチ君とハング君とも初じゃない。
僕は初ですね。ちゃんと俺ともだってまだ、はい、そうだよ、エッチしてないじゃないですか。確かに確かに、俺とハスさんまだエッチできてない。確かに確かに、ビート外でもしてないけど。ビート外でしてるみたいですね。それはもう終わっててみたいな。まあまあまあ、いやだから、いや羨ましいな、俺もハスさんと曲作りて、みんなでやろう。なんかね、やりたいね。いやだからすごく、うん、めっちゃ良かったな、うん、なんか夏休みの最後の思い出感あったな、うん、いや楽しかったしね、2日間。なんか撮影だってかっちりした感じよりもなんかこう遊びの方が強かったけど、うん、誰も酒飲んでくれなかったんだよな。あでも飲んでたね。で今ハングさんが一杯飲んでくれた。あそうなんだ、嬉しかったな。俺飲んでるよ今日は。はい、あそっかそっか、ハシさんも撮影してたしな。そう、俺術後飲んでないから、まあそうですね、うん、え飲んでる。あてか大丈夫ですか。そうで今試してるんだって、どれだけいけるか試していいの。その撮影終わるまでは何があるか分かんないじゃん。まあそうっすね。いやでもとりあえずまあいいかなと思って、終わったから撮影。じゃあ街飲みに行きますか。いやでもマジで今終われそうだったのに。そうなんです、いつもなんです。すいません、ごめんなさい。俺いつもこう言うんですよ、うんうん、すいません。でこっからあのこのゲストの話がこう続いて、うん、俺はそれ一回認めて、うん、どっちも終わりだからねって言って、うん、って感じなんです。もうちゃんと言わないと終われないんだよ、うん。じゃあはい終わりますか。ではではまた来週。ありがとうございました。